なんだこれは。これが僕ですか。はい、名前は俗名をもじって和山椿としました。見えてますよ。え、あんまり恥ずかしいことはしないでくださいね。それからそこのバッグ、そちらで何か必要なものがあったらそのバッグの中を探してください。その時々に応じて必要なものが何でも出てきますから、お役立てください。よみがえりキットと呼ばれています。あと手首の時計、それは残り時間を示す時計です。ご臨終の時間から計算して初7日までの残り時間を正確にお知らせします。何か困ったことがありましたら携帯電話の左上のボタンをどうぞ。それは私への直通です。では思い残すことのないように頑張ってください。誰だ。僕だよ、天国で一緒だった。君はゆういちくんだったね。今はれんこっていう名前になった。俺はつばき。聞こえてたから知ってる。いつからそこにいた。ずっといたよそこに。全然気づかないんだもん。そっか。なんだこれ。ピンクか。あ、いいか。こんなことしてる場合じゃない。限られた時間自分の体見て過ごしちまったよ。いや。なあ、今日はこれからどうする。椿さんは家に行ってみる。子供の顔が見たい。君は会いたい人がいるんだろう。誰？本当のお父さんとお母さん。そっか。居場所はわかるか？頑張る。一緒に探そう。僕は大丈夫だから後でいいよ。重大な事実が心配でしょ。君はいい子だな。ご両親もさぞ立派な方なんだろうな。3歳の時に離れたからよく覚えてない。探しに行こう。よし。お、ん？なんだ？喪服着ろってことか。まずどこ行こう。家に行きたい。育った家。うん。大丈夫か。平気だよ。なあなあなあ、家はどこだ。成城。いいとこだな。よし、あ、タクシー。電車賃？すっ